はにゃーん。鉄人28匹ギコと、またありしていってね、Cでーす。今回はザリガニをいっぱい釣ったから食べるというスレを4本まとめて紹介するよ。4本ってスレ民たちはそんなにザリガニスレを立ててるのか。中国では一般的に食べられてるザリガニだけどどんな味なのか気になるな。見た目エビみたいだしうまそうじゃあるよな。それじゃあ早速行ってみよう。1本目は2015年8月24日に立ったスレ。今からザリガニ食べるよ。別に貧乏じゃないけどね。かなり綺麗な川から取ってきたザリガニを毎年食べます。おかげで俺の家族はメガネは必要ありません。目にいいなんて初めて聞いた。ザリガニ食べたら目に良いよ。カラスや鳥が好んで食べるのは彼らは目が良いから目に良いのを知っているのかもしれない。ほう、ザリガニって食えるのか。食うとこ少ないけど処理さえきちんとしたらかなり美味。ザリガニはもともと食用で日本に入ってきたものだからな。綺麗な川できちんと泥抜きなどをやればほとんどエビと変わらん。まあ、淡水のロブスター伊勢エビだと思い込みましょう。寄生虫とかおらんの。天然物は確率高し、なので加熱処理は必須。死んでても一緒に食べるのは嫌だな。そんなこと言ってるとサバもタラもイカも。ゲフンゲフン、いやなんでもない。まずは塩水で茹でて殺します。その次に、尻尾だけ唐揚げにしてマヨネーズで食べます。どんな味するん？エビと似た感じか？ウィキペディア先生によると、ザリガニの食味は、タンパクで癖のない味で、食感はシャコに似ている。らしい。ドブ川にいっぱいいる割に上品な味なんだな。味は、ちょっと淡水臭いエビですよ。手長エビ食べたことある？あれがちょっと臭くなったような感じ。揚げる前に赤ワインで臭みを取るのら。うまそうだなおい。近所のドブにいるのは食えねえんだろうな。ザリガニにしかない栄養があるから、たまに食べるのをおすすめするを。無農薬、無公害の綺麗な川に限る。食べてみたいけど、近くにそんな綺麗な川がない。羨ましい。いいなぁ。サワガニとかザリガニとか野生のものを食べるの惹かれる。はよ、バンバン。ザリガニは増えすぎて生態系を壊す種類だから、全部食べてください。日本ザリガニは絶滅の危機だから逃がしてください。日本ザリガニとの違いがわかんない。日本ザリガニイコール清流ザリガニとも言われている。アメリカザリガニより小さく、白くておとなしい。おい、日本。これ以上美しい川を汚すな。続いて2017年11月21日のスレ。わい、ザリガニを食らう。先日近所の湖でザリガニを取ってきたから紹介するで。寄生虫が必ずいるから食うべからず。ザリガニといってもアメリカザリガニやなくてウチダザリガニや。北海道で野生化しとる外来種やな。まっつそうな色やな。それでもえら、額に寄生虫がいると聞いているぞ。ザリガニにつくジストマ系の寄生虫は60度以上10分の加熱で全滅するから、生で食わなければ大丈夫だぞ。はい。加熱不足ならともかく、煮ても焼いてもダメな生き物は基本的におらんからね。1時間くらい網で捕まえて、10匹以上取ることができたんを。このウチダザリガニは特定外来種に指定されていて、生きたままの輸送が禁止されてるんや。内臓を引き抜いて殺してから持ち帰るやで。いっち野生化しとるん？完全に見た目エビ。味はエビに似てるんか？味もほぼエビやで。よく言えば身のしっかりした、悪く言えばちょっとパサパサしたエビの味や。ということで先ほど言った寄生虫駆除のために煮ていくやで。味が逃げないようにちょっと濃いめに塩を入れて煮込んでいくんを。うまそうやんけ。ザリガニって尻尾しか食うとかないんやろ。味噌も食えるで。なんかザリガニバターとかいうらしい。火を通すと食べ物らしくなりますね。見た目ロブスター。汚ねえ部屋。汚ねえて。友達の家やで。泥吐かせなきゃダメだよ。腸を抜いて料理すれば大丈夫やで。そもそもクッシャロコのめっちゃ綺麗な水におったザリガニやし。とりあえずでかい5匹を塩茹でのまま、残りの小さいのは剥いて調理していくやでー。茹でた姿ほんまロブスターみたいやな。身があまりにも少なすぎる。これで10匹近くとかアホちゃう？切ないな。中華唐揚げにしたらええんとちゃうの？硬すぎてあかんの？
かなり硬い殻ごと空気は難しそうや。小さいやつなら殻もまだ柔らかくていいかもしれん。はい、やっぱそうなんやね。小さいやつ唐揚げで全部バリバリ食ったらうまいやろな。なのでザリガニの頭と殻を水で煮詰めて出汁を取って、その出汁とほじり出した身、トマト缶を使ってアメリケーヌソースパスタにしてみたやで。ザリガニの出汁は洋風の味がするから、こういうパスタ料理とかに合うんごねー。ちなみに茹で汁で米を炊くとパエリアの味になるんご。味付け次第で化けそうやな、ザリガニ。ザリガニの時代来たで。続いて2019年8月12日のスレ。ザリガニいっぱい釣ってきたから食う。うまそう。天ぷらにすんの？ボイルにしてマヨネーズでいただく。泥抜きだけはしっかりせなあかんで。3日は真水で買え。ちなここはナバ。ここザリガニ界の軽井沢やん。雰囲気ええな。雰囲気だぞ。ワイがザリガニになったらここで暮らしたい。くさ。ワイも釣ったぜ。ザリガニやな。いいサイズのザリガニ。虫だな。海に帰そう。伊勢エビやないかい。密漁マン。海水面下で直食いなら密漁にならないで。くさ。もう魚介類じゃん。こんなん草生えるわ。泥抜き時間かかるし、とりあえず一匹大きいのそのままボイルしてみる。ちゃんと火を通すんやで。水質いいとこにいるやつじゃないと臭くて食べられんやろ。とりあえず泥抜きなしで1匹ボイルした。ドレッシングと薬味かけてそれっぽくしてみた。綺麗な赤やな。お店ならそこそこ高そう。真っ赤で臭。こうしてみると食べるところ少なそう。泥抜きなし。お前さんやばいやろ。うわ、クソまずい。後味もやけど香りが強烈。てかジャリジャリ感がやばい。臭。そらそうよ。やったぜ。勉強になったな。せやから泥抜きせや。綿抜けって。当たり前すぎて草。泥抜き頑張っても全く臭みが抜けないから、香辛料ドバドバにしないと無理。それなら他のもん食った方がええわ。そうなん。ニンニクや生姜で強めに味付けしないと無理やで。もう全部逃してくるわ。泥抜きしたとしてももう食べたくない。草。トラウマ植え付けられてて草。ボイルして置いといたら誰か食べるかもしれん。おいおい逃すなよ。逃がすのは違法だぞ。アメリカザリガニは要注意外来生物やから、生きたままの運搬や再放流は違法じゃないで。違法になるのは特定外来生物のブラックバス等々や。そうなんか。なお中国、生産量5倍に急成長。中国でザリガニブーム。ザリガニパーティーやんけ。みんなでつまむ料理やな。これ見て日本のザリガニ捕まえて食って寄生虫にやられる人でそう。早めに注意喚起しといた方がいい。熱通せばセーフやぞ。中国で今ザリガニ食ブームやが、あれ一応食用やからな。勘違いしたらあかんで。野生とどう違うの？臭みが天と地の差あるで。食うとこなさすぎて臭。揚げて全部バリバリしたいわ。普通にロブスター食った方がええな。殻が分厚いからな。最大サイズ以外いらんわ。ああ、綿も抜かなきゃならんのか。ほんまめんどいな。命輝いてるな。蒸し焼きになりそう。ここまで逃げるなら逃がしてあげるべきやわ。泥抜きの大切さを教えるスレやな。4本目は2021年8月15日のスレ。ザリガニ取ってきたから食べるで。挑戦士としての力を取り戻すために。挑戦士ってなんやねん。ザリガニ食べると挑戦士になる。戦士？君たちも挑戦士になりたくばくらえ。まずそう。こんな赤かったっけ。今茹で中。茹でた後どうするんや。殻を剥いて尻尾の部分をペロリ。ザリガニは泥臭いから酒茹でするって聞いたけど、普通にお湯で茹でたん？塩茹で。通貨ザリガニって食えるの？西洋もアメリカもタイも中国も普通に食う。日本くらいなもんや、ザリガニ食べないのは。グフッ、グッ、グフフフ。このザリガニが私に新たなる力をもたらす。一気調理する前に泥抜きかなんかした？綺麗な川だから大丈夫。ザリガニがおるって時点で綺麗じゃなくね？田んぼと川の合流点よ。臭み抜きしないと臭いと思うぞ。清水でしばらく買うんやぞ。ダメ。愛が芽生えるから。ジャオラオー。サラクサ。なんやねんこの皿。
いいから早く食え。ちょっと匂うエビ。せやろな。全身の細胞が換気している。究極の貧乏飯。また進化したわい。処理せな臭いやろ。確かに酒で煮るべきだな。雨が止んだら手長エビでも取りに行くかな。ではでは。ザリ税民多すぎやろ。今回はザリガニをいっぱい取ったから食うすれを紹介したけどどうだった？見た目エビみたいでうまそうではあるけど、手間の割に食うとこは少ないし微妙だな。味も微妙っぽいし、日本では流行らんかもな。皆さんの感想も聞きたいのでぜひコメントで教えてください。このチャンネルでは2チャンネルの面白いスレを紹介する動画を投稿しています。動画が面白いと思ったらチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。